しかな、フェリーが出てないからな。フェリー小樽行き、はい、ありがとうございます。手続きはこれから。ちょっと9番入ります。あ、はい、詰めてたいですか。はい、ですよ、はい、ここまでの使用受付行こうか。うん、めちゃめちゃ大きい。これに今から割ります。行かない。しばしさよなら。しばしさよならです。また会おう。から入っていきます。私たちの一応個室を取りました。まあ一人が十分寝れるぐらいので、テーブルとテレビカードもついてて、ブラシお茶も飲めるし、コンセントもある。高広が来るまで待ちます。どうも、あやたか夫婦です。合流しました。今単独行動怖すぎ。初めてやしな。揺れてる。確かに。ちょっとな今、まあもう海やしな、入ったし、ちょっと揺れてる。はい、じゃあそれでは今から船内を巡っていきまーしょ。しょ、いっぱいあるんで。沿岸を離れ、沖合に航行いたします。これはデジタル放送の電波等が届かなくなります。内容をご了承ください。エントランスすごいね。豪華じゃん。本線でも係員が船内巡視を行っておりますので、持ってきて正解やった。ちょっと割高やった。あー、美味しいアイス。これよう食べた、ちっちゃい時。これクレープ乗船記念やって。こんなんね、でっかいのやっちゃおう。行くで、うん、いいやん、いいやん。日付書いてる、いい感じ。はい、記念。おはようございます。似合わへんな。髪の毛はボンバーやな。ほんまに。いつも起きたらなんか上長いの。ダウンしております。どうですか、体調の方は。最高。なんかどうなった。あれ、お前は多分出れるもんね。今日は多分
全部です。初めてのお食事を試みます。そうやな、ずっと食べてなかったな、寝込んでた俺もカップラーメン。お箸持ってきてなかったな。そう、絶望やった。ラーメン開けてから、あれお箸は持ってきてないでフロントに行ったらお箸もらえたっていう。上陸？上陸？あったあった。着いたね。北海道来ましたね。楽しみやな。そうやな。わあ濡れてる。気をつけて。ここが北海道か。まだ実感せへん。しかも雨という綺麗やな。知らん道やから全てそう思ってしまう北海道マジ